皆さんこんにちは。今日はアメリカ西海岸で一番最初にピザを出したレストランの紹介です。イタリア料理のレストラントマソーズは私がサンフランシスコで最も頻繁に通うレストランです。入り口を入ると右上に映画のポスターがありますが、一番上をよく見てください。アメリカで一番美味しいピザを作ってくれてありがとうと俳優ニコラス・ケイジのメッセージが見えます。名物のほうれん草のピザは見た目よりもはるかに美味しく、いつも注文する一品です。ただこんなことにならないように注意しましょう。ガーリックブレッドも西海岸で一番古い薪を使ったピザ窯で焼いてくれます。イタリア料理を食べるときは絶対にイタリアのワインがおすすめです。前菜も新鮮な素材を生かしたシンプルな味付けです。英語ではブルシェッタという人もいますが、ブルスケッタが正しい発音ですね。ペパロニのピザは高温で焼いた時にペパロニの周りが黄色に焦げる、この部分が最高に美味しいんですよ。ここではイタリア人のようにフォークとナイフでピザを食べます。ゴッドファーザーで有名なフランシス・フォード・コッポラ監督もここで自分の誕生会を行ったんですよ。締めはやっぱりティラミスでしょうか。ところでイタリア人がピザを食べるときは絶対に他の人と分け合って食べないことをご存知でしたか。サービスも味も満足のいくトマソーズ、おすすめです。今回もご覧いただきありがとうございました。